はい、関口織城さんのパール銀鱗三家2歳です。こちらオスメス不明です。関口さんの人気のパール銀鱗、まあ、パール銀鱗紅白やパール銀鱗三家がおりますが、その中でもパール銀鱗の単調三家となります。下地にはですね、しっかり墨を持っているんですが、なかなか浮き上がってきませんね。柔らかい水で飼ってたせいか、出てきません。おそらくお客様の池でですね、環境などが変わってくると出てくるのかなと思っております。下地の墨はですね、これよく見ていただくと、この肩の部分とかアップしてもらうと、この大きいところに墨がしっかりありますので、これから環境が変われば一気に出始めるかなと思います。墨って結構面白いもので、出始めると一気に出ますので、ずっと同じ池で飼って出ない鯉でもですね、環境が変わったりすると出ることがありますので、期待して飼っていただいてください。はい、タンはまん丸の綺麗な真っ赤なタンです。はい、にじみのないタン、パール銀鱗という通り綺麗なパールの銀鱗です。単調ということでですね、お腹の方には全く黄斑なども、目や頬には一切黄斑のない綺麗なタイプとなります。おすすめのパール銀鱗単調、墨待ちですね。下地には墨がありますので、ぜひ、墨が出ることを期待してですね、買っていただければなと思います。はい、ちょっと泳ぎが早かったのでアップして最後終わりたいと思います。真っ白な地肌のパール銀鱗単調三家、よろしくお願いいたします。